はい、はい、どうも皆さんこんにちは、新田でございます。新田のダンススクールやってまいりました。あということで、さあ今回もですね、孝太郎井出さんとともに、井出ちゃんとともに、雑談形式ということで、ここからですね、ちょっとまあフリートークという感じでいろいろお話ししていきたいなというふうに思いまして、はい、まあ、実際に170万人の登録者数を持つ TikToker さんじゃないですか、はい、TikTok 始めて何年経つ？4年ぐらいです。4年ぐらいか。今4年目かな。本当に多分同じぐらいに俺は YouTube 始めて、多分一緒です。そうだよね、はい、わあ。なんかそんな話した気がします。そうだよね、うん、当時 YouTube 始めるわみたいな話して、うん、でちゃんもちょい YouTube やりつつ TikTok の方がメインだったもんね。そうです、そうです。ああああああ。でつつ、そこで、まあ、分かれたっていうか。そうだ、それぞれのそのジャンルでね。そうです、得意分野でやってくって感じだよね、はい、そうです。 TikTok はどこら辺がなんかこう良かった、相性がいいというかさ、なんか続けてこれたその理由みたいな。あ、なんだろうな。最初は、うん、まあ、オースタンス。あ、そうですね。言っちゃ大丈夫です。大丈夫ですか、うん、はい。なんかこう結婚式で、ね、余興で踊ってて、踊ってた仕事をしてたんですけど、うんうん、2人で。ダンスだね。はい。そこの会社の、なんかこう TikTok やりなよ、みたいな。これから来るから。で、ダンサーで今ほぼいなくてやってる人が。あ、で、まあ本当に若者しかやってないって中で、うん、まあ言われたからやるかぐらいで始めたんですよ。ああああああ。で、なんかその、思った以上に伸びなくて最初。うん、おお。で、なんで伸びないんだろうみたいな。うん、まあ多分 TikTok の中では一番ダンスうまいとは当時は思ってたんですけど、うんうん、なんかなんでダンス伸びないんだろうっていうのですごいこう、まあ研究っていうか楽しくなっちゃって。試行錯誤してった感じがある。そうです。伸びる、あ、これ伸びる、あ、これ伸びないみたいな。あ、そうです。トライアンドエラー。あ、まあ、遊ぶ感覚もあってっていうのはやってましたね。確かに。すぐに、なんか数字としてやったものが返ってくるもんね。うん、はい、反響がね、見えますね。コメント数が多かったりとか、はい、これ伸びるんだみたいな。一発で分かりますね。ああ、なるほどなるほど。はい、で、まあ、伸びたらすごい、うん、癖になるっていう。癖になる。癖になる。やばい、やばいやつですね。どこら辺がきっかけで伸びてった感じはある？最初は上半身で踊るっていうのが、なんか今結構あるじゃないですか、うん、皆さん上半身で手だけで、うん、手振りのね、っていうのを、2人で、うん、こう立ってやって、立つっていうか、うんうん、どっかに座ってやってるっていうのが最初に伸びました。あ、まあ、軽い伸び、うん、でその後にハッピーダンスっていうのを作ったんですけど、はい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 、チャ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 ってやつ。そんなあんな一瞬で踊ったよね。踊りました。ダラダンダタラダントゥルントゥ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 ン。そうじゃん、あれとかフレーズの入ってたもんね。そうです。井出ちゃんって、まあ、さっきの動画でも言ったんですけど、普通にあのダンスやばいんですよ。めっちゃやばいんだけど、でもそれ言わないし見せないじゃん、あんまポッピンバリバリ踊ってるやつ、うん、出さないです、ね、うん、それがまたすごいなと思って、うん、あれ出したらもっと、いやね、わかんないけど、はい、井出ちゃんのことをね、なんかこうダンスを踊ってる TikToker さんという風に見てる方もいらっしゃる。アメリカの大会だって優勝してますもん。普通に。当時だ、当時だ。当時だね。すごい、僕が言わせていただくと、もう、大学のサークルの時からめちゃくちゃうまかったですから、ね。とんでもない1年生入ってきたってなってましたから、入れちゃん入ってきた時。1年生の時。えー、ってなったし。生意気だったな。生意気だったな。うわ、めっちゃうまい。どうしよう、ベンちゃんとかさ。3人ぐらいで来たじゃんかよ、はい、トキヤとさ、ベンとさ、イデちゃんでさ、はい、来てさ、で、まあ一緒にね、AA ショップの前で踊ったりとかもしつつしましたね、ちょっとずつ仲良くなってってと、はい、いうことで、いや、はい、そんな、こんな僕でもちゃんとダンスうまいのに接してくれて優しく、いやいや、直属の先輩その後でもあれだよね、一緒にちょっとジャズやったりとかもしてさ。あ、そうです、学びましたね。ね、やったもんね。ダンス、はい、本当に。その時はダンサーとして、うん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 、なんかと振り付け師か、うん、振り付け師としてやっていきたいっていう願いがあって、うん、でも自分たちのジャンルだと、うん、なんかなんていうの、振り付け師としてはそんなには強くないジャンルなので、難しいよね。うん、で、新田くんはジャズっていうのをやってて、うん、すごい振り付け師としてはすごい、なんていうの、うん、活発なジャンルだったんですよ。そうだね、メインところだもんね。教えてもらうっていうのをやってました、うんうんうん、作品とかで。そうだね、そのあたり見てたもんね、結構ね、もう先を見てたもんね、ダンサーとしてのさ、自分のキャリアっていうところも、ね、やりたいことはちゃんと見えてました。でもすごい、そういうなんか紆余曲折があってさ、ウェディング、はい、パーティーとかも結婚式でさ、踊ったりとかしながらじゃん、我々特になんかこう試行錯誤してって、はい、最終的にそのたどり着いた TikTok でまたさらにこう試行錯誤してって、はい、うん、まあその試行錯誤の段階も楽しくて、はい、なんだかんだ、うん、ダンス
幅広がったよねっていう、シンプルに、うん、はい、YouTube 俺もさやってる時さ、はい、ダンサーさんで YouTube やってる人なんてほぼいなかったからさ、いないっすね、だからゼロに近かったから、確かに、ケースケぐらいだったからやってたんですよ、うんうんうん、ってなるとやっぱりお互いかなり開拓したよねっていう、はい、今だからこそ言えるところもあると思うんですけども、うん、はい、TikToker さんって、はい、まあ、YouTuber さんは、まあ、なんとなく YouTube の、 その再生回数とか、うん、収益モデルあるじゃない、ありますね、YouTuber さん、うん、TikToker さんってどういう仕組みになってるのって結構皆さん気になると思うんですよね、そうどうやってんだろうみたいなちょっとここからは踏み込んだお話になるんですけど、はい、TikToker さんたちの、はい、そのスタイル、はい、ライフスタイル、はい、TikToker さんになりたい人も多分いらっしゃるんじゃないかなとか、世の中の有名な TikToker さん結構多いと思いますけども、はい、どういう仕組みでなってるんですか、うんうんうん、ヒデちゃんは。はい、僕の場合は、まあ、すごいいっぱいいて、僕もコラボしていく中でいろんな人の話聞くんですけども、うん、全然違くて、うん、あ、そうなんだ、はい、なんで、まあ、僕の話をします、はい、僕の場合はやっぱりよく言われてる案件っていうので、うん、まあ、どんどんと入るっていうどんどん夢あるなカットしてくださいまあ、どうはちょっと言い過ぎかもしれない、まあ、だからそういうでもまあ、うんうんうん、何ヶ月間ぐらいは大丈夫ぐらいでっていうのは入るみたいな感じで、はいはいはい、まあ、今までは来てて、うん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 、で最近YouTube ショート、うん、収益化したじゃないですか、そうだね、そうだね、それでもう入るようになりました、その定額、まあ、定額ちょい安定っていうのが、まあ、今はメインなのかな、そうなんだ、はい、その2本でも案件ってまたすごいよね、企業さんのあれじゃん、うん、最近だったら au さんとかも、あ、そうです、大きいのだとね、あとグリーン最近出ましたね、そうだ、グリーンの主題歌の、はい、大名父さんっていう映画の主題歌で、うん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 、グリーンの新曲、はい、ワンダフルっていう曲の振り付けをやったんですけど、ね、すごいじゃない、で自分も出てっていうの、うん、あの、やすこさん、そうやりました、踊ってらっしゃってダンス教えます、すごいじゃない、はい、そう、ハイのやすこさんどうでした、ずっとあんな感じ、あ、そうなん、本当にあんな感じもう思ってるらなくというか、なかったですね、あ、もうあのまんまっていう、はい、でも思ったよりダンスできるとは思います、あ、でもやっぱりもともとね、そういう体を動かす、確かに、そうですね、慣れてはいるんじゃない、そう思えば、確かに、あ、そうなんだ、すごいね、うん、振り付けのそういう大きい仕事も、うん、もうこれから入るようになってくると、いや、それは夢ありますね、まあ、夢っていうか、まあ、悩みっていうか、うんうんうん、僕当時 TikTok 始めた時、うん、ダンサーあんまり TikTok にいないってさっき言ったじゃないですか、なんですごい、まあ、冷たい目で見られてたんですよね、ああ、まあそうだね、ちょっとあいつは、ね、うん、なんかこうそっち行ったかみたいな色物扱いだよね、そうですだからね、はい、先ほども言っていただいたんですけど、アメリカとか大会出てたから、うん、まあ、ある程度ダンスでこう、うん、まあ、自分の中ではうまくいってたのかなっていう中で、うん、そっちの方面行ったんで、確かに確かに思いっきり路線変更したみたいな ね、はい、まあ、それはなんでだったの、は、僕、うん、今歌手活動してて、うん、アーティスト活動、うんうんうん、で歌をずっとやりたくて、うんうんうん、でそれで、まあ、もともと TikTok でファンもつけたいなっていうので、うん、まあ、そこも合致して、あ、なるほど、力を入れてたんですけど、自分 の、 その存在をもっともっと多くの人に知ってもらいたいっていう、そうです、はい、うんうんうん、で使える武器なんだろうっていうのでダンスが使えたから、うんうんうん、まあ、TikTok でダンスで、うん、こうファンをつけてって、いずれ歌もそこに乗っけてって、うん、歌につなげていこうっていう感じでやってたんですけど、なんでファンを作んなきゃっていうので、うん、TikTok 始めたんですよ、あ、そういうダンサーのままじゃ、うん、ダンサーのファンしか、うんうんうん、ファンっていうかダンサーはもうダンサーの界隈で結構固まってるじゃないですか、ね、っていうのがちょっと自分の中悩みで、あ、はい、でも当時やっぱり歌手になりたいって言ってないんで、そうだね、みんなからしたら急に TikTok 行っただけで、そっかそっか、うん、でもそれは井出ちゃんの中でずっとなんかこう秘めてた夢だったというか、はい、そうですね、やりたいことだったっていうのもあって、はい、あ、先ほどおっしゃって大学生の時、うんうんうん、もう根本にはありましたね、歌手にいつかなりたい、カラオケうまかったもんね、てか歌うまかったもんね、普通に、ありがとうございます、うん、そうなのよ、歌普通にうまいというか、とか歌ってたなと思って、そういうでも誰も言ってなかったですね、うん、歌手になりたいっていうのは、それはなんかちょっと恥ずかしかった、はい、恥ずかしいですね、大学生の頃はこう世界一取ってから歌手に行こうとは思ってたんですよ、ダンスで、そして箔もつくし、まあ、差別化できるかなみたいな、なるほどね、その歌もできて実は世界一だったっていうので、うん、
でもやっぱりそのまでは歌の練習とかしてなかったんで、歌も出してないし、うんうん、なんでこう発表とかはしてなかったですね。言うとかは楽曲出したりとか。そうです、あ、そうね、とりあえずダンスだけやってる人みたいな、周りからはそう見えてたんで。確かに確かに、うん、でもあの一緒にチームやってたから、はい、やっぱり分かるというか、うん、あのさ、一緒にダンス振り作ったりとかさ、はい、なんかコンセプトこういうのがいいよねみたいな話してたじゃん、うんうん、その時にさ、やっぱり話があったじゃん我々、うんうん、なんかその、会いましたね、ちょっと違うことしようよとか、うん、そのポップだけやりたいんじゃないんだなっていうのは、はい、それこそね、ジャズのナンバー出てくれた時とかも思ったし、うんうんうん、なんか表現だよね、はい、その自分がパフォーマーとしてアーティストとしてどういうものを作れるかみたいなところの、はい、そのアイディアだったりとか、はい、どうやったらそのお客さんが喜ぶかみたいなところの話ができたから一緒にやったチーム。いやー、それめっちゃ感じました ね、あの時は、はい、なかなかそういう人って意外といないんだよ ね、はい、ダンスってダンスダンスってなっちゃう。そう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 、とりあえずスキル見せようみたいな、うん、振り付けがあってみたいな、でどういう曲で踊って、うん、なんかいいかみたいな、なんかね、うんうんうん、結構硬いんだよね意外とね、はい、そう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 、なんかそれがこうバッて広がったのが、うん、やっぱり TikTok とか YouTube が、うん、まあ今のところ最終形態って感じじゃないですか、うん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 、もう本当に誰でも見ても面白いっていうコンテンツを作ろうっていうのが多分、まあ、それぞれの方向で行ってるんですけど、ね、しかもその限られた尺の中でっていうところがまたね、はい、面白いよね、うんうんうん、そうですね、うん、そうか、いいね、なんかね、はい、こうやって考えると、はい、今その歌手活動の方は少しずつ変わってます、うん、はい、曲も、Apple Music で出させていただいてるんですけど、それもちょっと今多分出てると思いますね、はい、概要とかにドゥーン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 、絶対違う、絶対違う、そんなはい、でも今やってて、あ、今年、そうですね、今年から出し始めました、うん、今6月ぐらいなんで、なんかイベントもやってたよね、はい、ライブも今徐々に自分でこう自分でやって、うん、自分で集客してっていうのをやってるんです。事務所入ってないんで。そっか、うん、事務所のオファーとかもだってあるでしょ。歌はないですね、まあ、TikToker というかさ、 TikToker は、はい、コウタロウイデとしてのあれはあるわけで、はい、うん、まあ、業務提携で入ってるんですけど、あ、そうか、そうか、結構有名な、まあ有名っていうか、うん、ちょっと大きなところ で、まあ、ううで、ただあの事務所ではないんで、うんうんうん、もうこう、なんていうの、こうした方がいいよとか、こういう見た目の方がいい、こういうことをやろうっていうのは一切ないです、うん、あ、もう自分でブランディングしてやってくるっていう。そうです、なんでこう案件があったら、うん、まあ、ありますよという。そうです、そういう感じです。なるほど、はい、じゃあその経緯で今回のそのグリーンさんのやつは来たの、うん、グリーンは個人です。え、どういうこと？グリーンさんは個人、ダイレクトです。グリーンさんからダイレクトに連絡、グリーンさんのレーベルが、うん、はい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 、ユニバーサルミュージック、はい、ユニバーサルさん、はい、はい、から連絡来ました。すごい、じきじきに、はい、ありがたいです。うわ、なんか言ってましたね、うん、こういつか使いたかったみたいな。あ、そうなんだ。今回こういうなんかみんなが真似できる、うんうんうん、ハッピーな振りを最後全員で踊りたいっていう案が出た時に、あ、で、まあ、何人かダンサーいる中で、まあ、僕のことをしてくれて、すごい、で OK が出てみんなが来てくれる、うん、そうなんだ、うん、最近の話なのそれは。そうです、推しの子もちょっとじゃ絡んでるかもしれない、もしかしたら推しの子の影響もあるかも。ですか、うん、あ、どうだろうな、推しの子も出てくるんだけど、ありえますね、推しの子だってちょっと前じゃん。そうですね、ありえます、あります。おお、多分大きいのはロッカロッカダンスだと思う。ああ、なるほどね。あの今年の頭に出た。うんうんうん、うん。なあ、あの背中で踊る。はい。な、銀次郎さん。そう。この前あったの。あ、あ、あ、そう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 。銀次郎さん。そうそうそう、はい。お会いして。写真撮ってた。そう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 。うん、銀次郎さんも結構じゃあつながりがある。あ、めっちゃありますね。去年初めましてして。うん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 。その時にからもずっとアニメダンスやってたんで、うんうんうん、その時にちょっと流行ってたアニメダンスを一緒にやったっていうのがきっかけで、あ、なるほど、でそこからちょこちょこあの、そうです、うん、やったり、うん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 、とかつなげ誰かとなんかやるから一緒に来てよみたいな、あ、で来てよみたいな、で最近はもっと深く関わってます、ね、あ、なんかイベント一緒に、うん、まあ、銀次郎さん主催なんですけど、うん、それに出たりとか。ああ、なるほどね、はい、すごいね。この前東京タワーとかのイベントとか出ました、ね、うん、マジか。レッド東京っていうステージがなんか、あ、レッド東京って聞いたことある、あるある、はい、有名なやつよね。アミューズメントパークっていうんですかね、あれは、うん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 、の中にステージがあって、うん、でなんかもう全部映像、地面も後ろも左右も、あ、から全部映像出るんです。プロジェクションマッピングみたいな。そうです、もうステージが LED、 LED じゃない、なんかそういう
見れる、投影されるやつですね。そうです、スクリーンにね、はい、で普通にもうライブ会場なんです。こっちはもうみんなあの見れる。ああ、ボックスみたいになってんだ。じゃあこうやって、そう、超めっちゃ良かったです。盛り上がるね、それはね。めちゃめちゃ良かったですね。すごい、はい、なんか映像とやっぱりこうシンクロできるというか、うん、アニメがあったりとか、はい、元のやっぱりそのコンテンツがあったりすると楽しいよね、うん、そことコラボできるじゃん、だって絶対に、はい、なんですごいあれです、あの相性良かったです。うん、まあ、僕推しの子ダンスとかアニメダンスはいつも映像出してたので、うん、それを全部出してもらって、うんうんうん、そっかそっか、いつもよりもっと大きいやつで、そうです、その中で僕が踊るみたいな、あ、でその世界に入ったみたいな感じで、うんうんうん、刺激的でしたね。面白、うん、なんかもう今やいでちゃんといえばもう本当にその今をときめく有名 TikToker さんじゃない。なんか自分がああ有名になったなってこう感じる瞬間とかなんかある、はい、あった。去年の、うん、冬ぐらいから、うん、徐々に、うん、まあ、有名になったっていうか、あ、今来てるかもっていう感覚はあって、2年前からアニメダンスを始めてて、うん、それまではその先ほど言ったハッピーダンスだったり、うん、モテるダンスっていうのも作ったんですよ、うん、こういうなんか、あー、あったね、あったね、あったね、あれも世界的にこうバーンってバズったんですけど、うん、なんかちょっとこう、ヤッキーのお兄ちゃんたちのことじゃないけどもかっこつけたいよねみたいなあれね。でなんかこういう時はいつもハッピーダンス伸びる、うん、で僕消える、うん、でまたモテるダンス伸びる、また消えるっていうのをこう繰り返してて、うん、でアニメダンスでやっと安定したって感じなんですよ。ああ、なるほど。ずっといい感じ伸びてる。それまでは波が結構あったなっていう感じ。何回も消えてました、ね、でもうオワコンみたいな、あ、トレンドからいなくなって、そうです、そうです、そんな感じで、なんで1ヶ月ぐらいすごい人気出てまた消えるみたいな、うん、あ、早い。別に消えちゃいないじゃん、やってることは一緒だけど、ずっとやっているけど再生回数の部分だったりもう見えますね、めちゃくちゃ。もうみんなが興味なくなったみたいな。うわー、なるほどね、顕著だね、なるほど、ね、でアニメダンスがすごい安定してたっていうのが1年間ぐらいあったんですよ。あ、そういうことか、はい、アニメダンスがさっきも言ってたけどその長くなってきたっていう。そうです、うん、まあ安定する。なんかこうアニメダンスの中でもいろいろ工夫はしてて、うん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 、例えば再現するとか、うん、なんかアニメの4カウントだけ、うん、1,2,3,4 だけシーンでなんかこういうシーンがあったら自分たちもこうやってやるみたいな、うん、最初アニメ出す自分たちやる、うん、アニメ出す自分たちやるっていうのが伸びたり、あー、はいはいはい、とか、なるほど、なんか決め台詞とかのところでなんかそうそうそう、あれ面白いよね、なんかちょっとコメディチックですね。で、あとはあのジョジョポーズがすごい分かりやすいんですけど、ジョジョポーズを何個か上にこう4つぐらい置いて、うんうんうん、それに合わせてこうなんかあのドゥッツドゥッツドゥッツっていう感じで自分たちでそのポーズをやって、ライズアップみたいなやつ、ね、そうです、ここでカッコつけていくっていうのがとかやったり、まあなんかいろんな工夫をしてアニメダンスっていう大枠はずっと伸びてたんですよ。なるほど、はい、そこのでも見せ方の工夫をずっとやっぱやってたわけだ。そうですね、それが多分今までのこの 1,2 年間あの伸びたり消えたりした中で培った技術が、うん、まあ、応用で効いたって感じです。なるほどね、うん、どうやったら面白いものが作れるのかっていうところが、そうです、はい、でその後に冬、先ほど言った冬からこう徐々に来たっていうのは、多分きっかけはフォートナイトだったかな。ほう、はい、フォートナイトのエモート、エモート、うん、動きあるじゃないですか、うん、あれに採用されたんですよ。なんであの、います。マジ僕の動きがいます。え、どういう動き。あ、さっき言ったモテるダンスのこう膝をこうゆらゆらするやつがそのまんまなんかこう契約させてほしいって言われて、そう、妹になって、マジか。で、妹でこうキャラがこれやってる。すごいね。それがきっかけ、まあ、きっかけっていうかそれがあって、で、その後 au が決まり、で、au 今年の頭やって、で、その後ロカロカが、うん、ちょっと前にもうロカロカを出してたんですけど、うん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 、日本で火ついたのはその au のちょっと後で。あ、ロカロカがじゃあ日本で追いついてきたわけだ。そうそうそう。さっきの国ごとにバズってくから。はい。あ、そうです。逆に世界だったんで。あ、世界だった。違う、そういう意味じゃなくて。大事だよ、大事だよ、世界一取ってるんだから。それは間違いない、それは間違いない。なんかやっぱりアニメなんで、うん、外国の方の方がこうなんか注目してくれるっていうか、うん、っていうのがあって、日本だとそんなに、そうだね、カルチャーとして見てもらえるもんね。そうです、大きくね、し、日本人だからジャパン、日本人がやってるっていう、あ、レペゼンジャパンな感じがまたあって、そうです、そうです、はい。で、はい、ロカロカダンスはその日本人のインフルエンサーがやってくれたんですよ、うん、女の子が。おお、
あの多分普通に面白いと思う、うん、知り合いとかじゃないですか、はい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 、でその女の子がやったことによって、まあ、女子高生とかは、うん、あこれって女の子がやったら可愛いんだって多分そういう認識になるじゃないですか。プライスさんの人なんか似てるね。あ似てますね。で徐々に始まって、うん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 、でその女の子のインフルエンサーのさらに友達のインフルエンサーとかもやりだしたらもう一気にバーって広がってすごい。そのあたりのさその友達のとかインフルエンサーさんたちがさ、はい、続々と始めるのってさ、はい、もう本当にやったら可愛いからっていうもうそれだけなのかな。なんかそのお願いがあって絶対にやってくださいとかっていうわけじゃないじゃん。しかも入れちゃうとその僕はそうですね案件とかじゃない、案件じゃないんでもう本当に真似したいってやってやっただけですね。うん、さっきの au さんのやつは入れちゃんが振りを作ったってこと？いやあれは出ただけです。あなるほど、ね、振りがあってそれをなんだろうなその4人クリエイター4組か、うんうんうん、そのダンスもできてさらに違うちょっと違うジャンルのクリエイターそうですが今回入れてみようみたいな試みで俳優さんタレントさんたち僕たちっていう感じで一緒にやらせていただきました。なるほどなるほど、はい、でまあそのじゃあグリーンさんの楽曲もそうですし、うんはい、なんか案件として入ってき始めてるっていうのは最近の話になってくるわけか。じゃあそうです、はい、今までがちょあの、まあ、小さくはないんですけど、うんうん、例えばクロックスとかクロックスは全然ちっちゃくないですね。で大きいよただなんか TikTok の15秒の動画を作ってとか、うん、その15秒の枠だったんですけど、あ、はいはいはい、それがちゃんとなんだろう、ね、ゲームに採用されるとかフォートナイトとか、はい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 、CM になるとか、うん、ミュージックビデオになるっていうのは、うん、本当に最近この半年間ぐらいです。なるほどなるほど、はい、でもやってきてることずっと変わらないね。変わんないですね。だからだろうね。なんか、うんうんうん、本当に時代がやっとこう入れちゃんに追いついてきた部分もあると思うし、うん、やっぱ、はい、世界だし世界なんで、ね、やっぱめちゃくちゃ面白かった。ちょっとミスったな。いやあれはいいよ。あれそこだけ切り取られたらやべえ。やべえ。いやあれはあれ面白い。あれ面白い。それ大事だよ。要はそうじゃんだって、はい。含むじゃん。いろんなことを含むからさ。うん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 、なるほどね。なんか、はい、トレンドを作るってやっぱりすごく難しいことだなって思いつつも、うん、でもどこかでやっぱりそれを真似したくなるっていう、うん、で真似したくなるってさ、うん、すっごい難しいことじゃん。むずいですね。ね、はい、いくらいいものでも真似されなかったら世の中に広まんないっていうのもあってさ、はい、その世の中にどうやったら広まっていくのかっていう、さっきもそのトライさんたちが真似してくださったとか、はい、あとはそのロカロカダンスもインフルエンサーさんが踊ってくれたとか、うん、そのなんで踊ってもらえたんだと思う自分の振り付けがそうやって分析、なんか運が良かったで片付けちゃうのはちょっともったいないじゃん。そうですね、なんかあるはずだよね、はい、うん、と前の先ほどの動画で言ったんですけど、うん、あの真似しやすいと簡単っていうのはもう絶対外さないで、うんね、はやってて、うん、なのでそこはまあまず真似しやすいっていう風になって、あとは見せ方がすごい大事だなって思ってて、例えばここに映像を出すっていうのも、うん、僕が考えたはず。そうだね、見たことないもん他ではあんまり、うん、最初もあアニメの映像をそこに出すんだって思った、うん、なんかセットになってるってあんま見たことない。アニメの映像はアニメの映像だけ、はい、でシーン切り替わって他の人とは何やったやるとかっていう、うんうんうん、その使い方だったじゃん、はい、でもあ一個のその画角の中にアニメがいて、うん、でその下で踊ってる人実写版がいてっていう共存の形は多分本当に入れちゃんだったんだよね、うん、そうですね、ちゃんと定着させたのは多分僕です。でそのきっかけがあのなんでさっき言ったジョジョポーズ、うん、このポーズ4つ合わせてっていうので、うんうんうん、まあ、僕たちがそのまんまやると分かんないじゃないですか。なんかどのポーズやってんのみたいな、名前だけ出して、ね、だったら上にも出しちゃえみたいな感じで一緒にこうやってて、はいはい、でそれが多分あの上も下も見るから、うん、まあ、視聴時間がちょっと伸びるじゃないですか。で、まあ、伸びる、うん、で動画が伸びるっていう流れで、うん、じゃあこっち映像出しちゃおうみたいな感じがきっかけで、あと見せ方ですね、簡単真似しやすい、うん、で見せ方、うん、見やすいっていう、だから踊ってる人みんな多分その踊ってる子をこう誰が見ても、うん、あこのダンスやってるんだこの子たちっていう風になるし、うんうんうん、あとはなんだろうな、絶対あと曲はすごい大事ですね。あーやっぱりね、うん、なんか踊りやすいテンポっていうのが、うん、こうなんとなくあって、あこの速さ、ね、今回のそうです BPM です、今回のがある、そうですね、今まで思ったら大体今回だなっていうのはあります、ね、うん、これだったらなんかちょうど気持ちいいなっていう、ああなるほど、速すぎるとなんか汗汗しちゃう、はい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 、絶妙に乗りやすくてそのテンポ感で動いてると楽しくもなれる、うん、そうです、はい、面白い、なんか心理学
っていうか、なんかありそうだね、そういう、はい、なんか学術的じゃないけどさ、うんうんうん、人間の心地よい周波数とかってよくあるっていうじゃん。ありますね。アルファ波とかなんかっていう、そのテンポ感もなんかありそうだな。そういう、近いです。うん、はい、なるほどね。で、YOASOBIさんの方、あの推しの子は完全にあれですね、うん、あのもう流行り、まあ普通にいい曲、まあそうだね、うん、まず曲がめちゃくちゃいい、曲がめちゃくちゃいいっていうのはあったし、っていうのはあります、ね、なんで曲がいいともう結構無双できるんですけど、ああそっか、そのテンポ感はどうでもいいんで。さ言ってたもんね、さっきもさ、その曲がもうこれバズるなって思ったって、ね、はい、感覚。あ、なるほど、ね、でそのきっかけが、キックバックを最初バズらせたんですよ。あ、キックバックはバズってたんですけど、チェンソーマンの米津さんのね。そうです、はいはいはい。で、あの時に初めてこう、がっつりやるっていうか、一個のアニメでがっつり作るっていうのは初めてだったかな、多分損壊で。なるほど、うん、意外と。でキックバックやってっていうのがきっかけですね。やっぱなんで作品がいい、曲がいいっていうのも抑えなきゃいけない。ああ、なるほど。なんで結構トレンドに左右されやすいかもしれない。ああ、そういう意味ではね、確かに。なんかそれをトレンドに持っていけるかどうかっていうよりかは、はい、でもアニメはなんだかんだ、やっぱり主題歌が誰が歌ってるかとか、声優さん誰がやってるかとか、結構複合的な要素 で、はい、であとはいろんなタイミングでバズるじゃん、アニメ自体も、はい、ってなってくると今 TikTok っていうところも完全に無視はできないというか、もうその並びで言うと絶対あるよね、ありますね、うん、相当割合でかい気がします。大きいよね、はい、TikTok でバズればもう絶対バズるっていうほぼ流れができてるんで、すごいね。そういう意味で言うと、TikTok っていうその、はい、プラットフォームの中に一つアニメっていうものをダンスとして持ち込んだっていうのが、一個出ちゃんの大きい、まあ、功績になるんじゃないかなって。そうですね。嬉しい。思う。いや、これって結構カルチャーを作るっていうことだから、なんか最初はアニメをダンスにするんだっていうところの意外性というか、面白いなというか、そういう人たちってあんまりいなかったから、もともとやっぱり、でも相性がいいんだなっていうのと、意外とそれを実写だからこう見えるんだみたいな、はい、実際の人がやるとどうなるんだろうみたいな、でもそれって、あの撮影場所もすごくいいと思ってて、はい、あとスーツで踊るっていうのとか、はい、キャラクターじゃん、あそこにいるイレちゃんのあの雰囲気っていう、はい、その世界観すげえ分析して全部言い当てられてるいやだからその世界観の作り込みが、はい、アニメっていう世界を決して邪魔してないんだよね、だから自分たちが一番前なんじゃなくて、はい、アニメがねちゃんとちょっと前に必ずいるっていうのが、すごく見てて心地いいというか、そこはなんかリスペクトをも感じるし、なんか自分がバズってやろうっていうところじゃなくて、なんかアニメがでもなんか最終的には好きなんだよねっていうのが聞こえてくるから、見えてくるから、多分見てる人たちもなんかこう賛同しやすいんだろうなっていうのは見てて僕は思いました。あー、すごい、ありがとうございますあの意識してないとこまで、こう見えるんだって勉強になりました。いや多分そうだと思うよ、本当に根っこの部分がちゃんと伝わってくるから、コンテンツとしていいんだろうなっていうふうに思う。好きっすね、アニメめっちゃ見ますもん、それがナチュラルに出てるから多分いいんだよね。だから好きだからこそ、自分の中で工夫できるさ、そのアイディアとかにも自然と多分結びついて、そのアイディアって多分アニメが好きっていうところから来てるか、ね、確かにそうですね、切り取り方がねやっぱすごいアニメ的なんだよね、はい、アニメのそのさテンポ感とかさ、はい、アングルとかさ、はい、なんかあるじゃん、そういう編集とかにもさ、ありますね、まあ、ヘアスタイルとかももちろんそうだし、服装とかも、だからちゃんと地続きになってるっていうのが、はい、ポイントなんだなっていうね、すごいよ、すごいわ、イレツさんすごいよ、アルタ君がすごいわ今のケンタッキーの時には気がつかなかったなぁでもチキン美味しいからね、イレツさんが気がつかなかった、めっちゃ失礼めっちゃ失礼ケンタッキーの時はなぁつって、確かにね、あの時はねチキン作ってたからね、軍隊って呼ばれてた、軍隊で、そうだよ、楽って言われて入ったの全然そんなことねえじゃん、あの一帯で軍隊って言われてる店舗だったっていうめちゃめちゃハードな店舗だった、ね、めっちゃきつかったわなんか一応ミーティングしてたじゃん毎週超きつかったな、超言い上がらなかったなと思って、でも一番続きましたあのバイト、なんだかんだ、そうだよそうだよ、はい、はい、という感じで、うんうんうん、まあ本当にその今をときめく TikToker さん、ありがとうございます、ゆでちゃんの裏側に迫るというインタビューコーナーでございました、はい、なんか告知とかありましたら、はい、告知はそうですね、まあ
なんかこうイベントあるとかではないんですけど、うん、歌をこれからちょっと頑張っていきたいんで、ぜひあの Apple Music とかで調べていただいて、すごいね、聴いていただければなって、幸いです、嬉しいです、はい、どんどんこれから新曲出したり、うん、まあ、そっちの方面もこう力を入れていきたいなとは思ってるんで、うんうんうん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、引き続き TikTok とそして歌の世界でも活躍するいでちゃんを楽しみにしていきましょうということでございます、はいはい、それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。あ、青と赤だからまたなんかいいんだ。そういうことか。うん、で黄色もあるし、うん